縫い物でまずはじめに困るのが糸通しです。右手に糸を持って通そうとするとなかなか通りません。大きな工具でやってみましょう。穴に糸を通そうとすると糸がくにゅっと曲がってしまいます。こんな時には反対に持ちます。糸を固定して針の方を糸に持っていきます。糸に針を通します。こうすると比較的簡単に通ります。実際にやってみましょう。左手に糸を持ち、針の方を糸に近づけていきます。これで通りました。これでも通らない場合は糸を通さなくても上から引っ掛けて押し付けるだけで通る針や糸通しがあります。まずは糸が通らないと縫い物が始められません。積極的にそういう道具も活用していきましょう。